ルドルフ・シュルツ・ドルンブルクはドイツの指揮者、ビュルツブルグの生まれ、ケルン音楽院で学び、その地で合唱指揮者としてキャリアをスタートさせた。マンハイム、ミュンスター、エッセンで指揮者としての経験を積み、1919年のボーフム公共楽団の創立指揮者を経て、1934年にベルリン放送公共楽団の指揮者に就任した。1942年には、 ベルリン放送の音楽総監督となり、ドイツ国営放送の総責任者も務めた。第二次世界大戦後は、リューベックを中心に活動したが、1949年に、グムンドアムテーウルンゼーで亡くなった。キリー、バルター・バイアハウス、トゥドルフ、ディレクトリオブ・ジャーマン・バイオグラフィー、ボリューム9。 シュミット・ズ・イヤー、ワルター・デ・グロイター、P203、ISBN 9兆7831億1096万6299、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、ID=0HRRQVGV7、SC& ピコグラム =PA422。ありがとうございます。